スファンの皆さんこんばんは。プロテニスプレイヤーの秋田志保です。オーストラリア、秋田志保ちゃん頑張ったぞ、スーパープレイ集、皆さんいってらっしゃい、どうぞ。
したか？実は1週目の本戦の1回戦の時、まあ、予選3試合終わってから足のねかかとの方にブリスターってのができちゃって、ぐらいのね難しい方は10秒ぐらい飛ばしていただけたらいいかなと思うんですけど、ここに今から写真載せますので、そこから10秒飛ばしてください。はい、というわけでこんな感じでね、ちょっと結構えぐれてしまって消しときますね。でそのこれの影響でですね、結局横浜終わって1週間2週間ぐらいはずっと痛くって、痛いながらに練習も試合もしないといけないっていう、結構もう普通に歩くのも難しいっていうか、普段朝靴履くとき結構いやって言いながら吐くみたいな感じだったんですけど、疲れてきて足も少しずつむくみ始めちゃったりとかして、オーストラリアの2週目とかはってなると靴結構パンパンになるので、もういつもなんかこうかかとが当たっちゃうみたいなね。でサンダルを持ってくのを忘れるってい こう結構重大なミスも犯してしまったりとかして、買いに行く時間もね嬉しいことに試合が続いていて、サンダルの方も買いに行けなかったので、ずっとランニングシューズで過ごしてたんですけど、でそんなこともあったり、ありがたいことにたくさんの試合をこなすことで疲労が疲労を呼んで疲労って感じになってしまったりですね、まあいろんなことがあったんですけど、皆さんの応援のおかげと、たくさんの、チームっていうかコーチだったりトレーナーさんだったり、いろんなチームの支えがあったりですね、いいスタートを切れたなっていうところで、コロナのことでね大会がブワーってキャンセルになってしまったんですけど、まあ今日このスーパープレー集を見て、試合見に来てるような気持ちに少しでもなんかなってもらえたらなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ショート似合ってるかどうかもコメントしてね。似合ってる似合ってないとか。